ちょっと待って、ちょっと待って、俺今気づいてしまったかも。今ちょっとジャンプしてるときにちょっとふと思い浮かんだことあんねんけど、これ終わったら即トレも行きたい。この動画はこちらの提供でお送りします。あのさ、まあ、ゴーキこいつさ、こういう風に空対空でさ、ジャンプ中パンチ対空から SA1 とかいけるやんか。これさ、まあ、こんな感じで伸ばしたりとか、こんな感じで伸ばすことができて、まあ、結構夢広がりんぐな SA なんだけど、これ別にジャンプ中パンキャンセルじゃなくてもさ、こっからも出せるやん。普通に生で出せるやんか。これさ、対空釣りに使えない？あ、でもこれ無敵ない？もしかして。これノー無敵？無敵はない！オーマイガー！これでもさ、結構上で出せるから、てか上の対空時間、上にいる時間がすごい長いから、これでさ、え？ほらほらほら、え？え？これ昇竜対空勝ってるわ。え？強いやん！ちょ待てよ待てよ待てよ。あ、遠目飛びからの SA1 が強いんだこれ。近いとこんな感じで落ちちゃうんだけど、遠目だとこうなる。あ、全然熱いやんこれ。へえー、だここしっかり横に長い強昇竜対空とかをしてくるやつにはこういう風に負けちゃうな。後ろにちょこっと軸移動してそうな見た目してるよね。 OD も、 OD っていうかそのリーチに関係するね。その昇竜拳のリーチ、相手が昇竜出さない場合は終わるよ。それはそれはもちろん。そこまで都合いいものではない。相手が昇竜出さない場合はまあこういう風に引き付け対空とかでもいいし、ガードでめっちゃ長いな、50。これ相手が何もしてない場合はラッシュダイパンとかいけるから当然終わるんだけど、ちゃんと昇竜拳出してくる相手にはかなり。これつまりリスクやばいけど、これ持ってるだけで全然違うんだよね。例えばリリーとかも似たようなことできるんだけど、リリーもジャンプから SA2 出すことで相手の昇竜対空潰すみたいな、ノイズとして超強いんだけど、これチュンリーとか昇竜拳のリーチ横に短いから多分有効的だと思うんだけど、そもそもチュンリーには割と空陣でいいんだよね。空陣で結構潰す。うん、チュンリーにはかなりいける気すんな。この距離は絶対勝てる。え？チュンリー特殊だなこれ。まあまあまあ基本いけるんだけど、これちょっと待てよ、これ JP のアッパータイプとかってどうなる？あ、普通に隠るんだ。あ、へえ。昇竜拳キャラとかより通常技対空キャラとかの方が強いかも。通常技対空だったらさ、当然その結構早出ししないといけないから、通常技対空のキャラって対空無敵ないからね。これ全然あれだな、通常技対空キャラに超刺さりそうだこれな。別に空陣でいいんだよな、通常技対空キャラは。ここむずいとこだな。空陣でいいんだよね、ぶっちゃけ。こんな感じでベガはいけるんじゃない？ベガはいけると思うよ。うん、ベガいけるね。だからその空陣とどう使い分けるかよね。基本空陣でいいんだわ。ってのを考えると、空陣だと潰せなくて SA1 だと潰せる。まあ、昇竜拳はそれに入るんだけど、もう一個多分ね、予想言っていいですか？これ。ダブラリどうすか？ダブラリ対空が、多分空陣は無理なんよね。ダブラリが勝つはず。そうよね。ノーマルでも？そうよね。持続が長いからね。こっちどうすか？いくよ！これ！ダブラリ勝ちます。あ、間違えた。SA1 勝ちます。おほほほ！あ、残儀にこれ持てんのちょっと強いな、これ。あ？待て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 。え？ちょ、は？おい。OD ダブラリは？ OD ダブラリには勝てるわ。まあ、で、ノーマルダブラリが、玉無敵6から14。
ODW が1から11で、だから玉無敵自体はこっちの方が早いんだけど、遅くまで玉無敵があるのはこっちだから、ノーマルダブラリーにちょうど噛み合うんだ。だから ODW が手癖だなって人には結構刺さるんだな。ダブラリー無敵で使っても着地後ラッシュ間に合ったりしない。さすがになさそうだけどな。どっちが有利なんだろう、これね、着地の後だから有利不利分かりづらいんだよね。下のフレーム数値かなり信用できない。むしろ残機のラッシュ攻撃が確定しちゃいましたね。 OD 前移動で避けれない。 OD すらもダメ。あ、ほんまや。あ、 OD ダブラリもダメだ。あ、お、あー、おしまいだ。あー、おしまいだ。そう、ダブラリって横移動できるんですよ、打ってる間。待てよ、ダブラリがダメとなったら、待て、考えろ、絶対にある。うっ、ラッシードなら中ミキかオーディミキの距離でやったら当たる説。確かにラッシードぶっ刺さるかも。でこいつの待遇ってこの横に行かない真上に行くタイプだから、これ結構ゴーキって対ラッシードめんどくさいんだわ。100機から裏回りとかなんか表着地とかいろいろ工夫しても全部この強ミキで落ちちゃうっていう側面があんねんけど、こいつ真上にしか行かんからぶっ刺さる可能性ある。ちょ、行っていいかこれ。これ行けんなら攻略変わってくるぞマジで。おお、あ、これ A が、まあまあ近すぎるとこうなるよね。あ、この距離でいけんの熱いな。これいいな。これすごいな。これめっちゃいい。中ミキはさすがに無理。中ミキはさすがに相打ちよね。 OD も無理よね。うん、 OD も無理。うん、全然全然全然いいよ。全然いい、全然いい。ただ強ミキには勝つ。お、これいいね。これめっちゃいいね。うわ、なんか、珍しく、こういう研究がためになった気がする。久方ぶりに。ジェイミーいじめるのにも使えそう。ジェイミーとかはね、別にね、これの必要があんまないんだよね。ジェイミー確かにこの SA1 多分刺さるんだわ。こんな感じで確かに刺さるんだけど、多分空陣でいいんよね。こんな感じで。だからまあ、ラシードほどは刺さんない。ラシードにはこの空中ジャンプから空陣って絶対通用しないんだけど、さっきの SA1 は通用するから、大ミキに対して。これちなみにじゃあここら辺でさ、飛んだとして、こういうのってつながる。おおあ、いいですね。 OD 竜巻で昇竜すかせてたりの方が安牌とかない？場合によるかな。例えばさ、まあ、これも多分強ミキ透かせると思うんだけどさ、空中 OD 竜巻でドライブゲージ2本使っちゃうわけやん。で、そこに確定反撃入れられて、まあ、3本ぐらい消えちゃうわけやん。で、そのドライブゲージ3本溶かして確定反撃入れられちゃうのと、SA を1本溶かして確定反撃入れられるのでは、トータル的に SA ゲージ失う方がリスク低いってのはある。ただその場面によるよね。自分の体力がもうめっちゃ少なくて、ステゲーする場合は、ドライブゲージ、OD 竜巻でステゲーした方がいいと思う。なんでかっていうと、SA ゲージは次のラウンドに繋がるから。ただ自分の体力がすごい残ってる時は、SA ゲージでステゲーした方が良くて、それはなんでかっていうと、その後の展開がドライブゲージ失ってないから、まだどうにでもなるんだよね。体力フルで考えた時、ドライブゲージが多い方がやっぱりいい。SA ゲージとかより。これちょっと採用です。しかもなんかもうちょい使えるキャラいそうなんだよな。秋とかもかなり対応してんじゃないこれ。まず台形対空は絶対勝つでしょ。絶対勝つやん。で、これ、波動対空にも勝つんだよ。おーおい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 うわぁ。ま、ま、これもだから遠目だ。おお、まあ、遠ければって感じだな。まあ、台形体育潰す分、まあ、全然全然。え？あ。うん、台形体育潰す分、まあ、まあまあまあ、全然全然。全然いいでしょう。ラシードが刺さるとして、でもこんくらいか。あとは別に空人でいいかなって感じのキャラばっかやな。ザンギいけないのがちょっと悔やまれるけど。え、ちょっとザンギちょっと諦められへんわ。これめっちゃ引き付け。めっちゃ遅らせ SA1 とかでどう？ギリのギリ。これどう？ギリのギリやったらさ、いけるとかない？
この動画はこちらの提供でお送りしました。